内の龍馬ミーツ山内陽道。ここは今日は京急立会川駅周辺を巡るんだけど、立会川だけに立会人を呼んでおります。え、全然面白くないぜ。全然面白くない。あ、来た。よー龍馬、最近どう？山内殿、土佐藩15代藩主山内陽道、龍馬らが提案した大政奉還を将軍徳川慶喜に申し出たすごい人物である。教科書とか塾とかであんまり習わないけど、地味にすごいことをしてるらしい人物なのである。おい、地味にディスってんじゃねえ。まあとにかくすごい人ぜよ。さあ、ここが龍馬も住んでいた土佐藩下屋敷の跡だよ。寺小屋のようだが。そう、ここには明治2年日本最初のビール工場が作られ、そのビール工場もなくなり、今は中学校になっているんだ。土佐藩下屋敷はもうなくなってしまったぜよ。そんな、ビール工場でビール飲みたかった。そっち？俺は大酒飲みなんだよ。そうだ、山内氏は酒と詩を愛し、自らを芸界水耕と名乗ったんだった。クジラのごとく酒を飲むってことさ。俺は酒が好きでね、今も俺のお墓に酒を供えてくれる人もいるんだ。お供えしてくれる人と一緒に飲みたくて乾杯しようとするんだけど、なんか無視されがちなんだよね。いや、見えてないだけだと思いますよ。化けて出とるぜよ。ああ、ビール工場がまだあったらよかったのに。大丈夫大丈夫、日本最初のビールは今品川県ビールとして復刻してるから。やったー、カピャー、立ち直り早っ。さて、お次は駅前商店街の先、新浜川公園にあるのが浜川砲台だよ。の、立派な大砲があるぜよ。私はレプリカ、八つあった大砲のうち一番大きな六冠目包囲する砲を復元したのさ。よくできてるね、カッピャー。あなた乾杯したいだけでしょ。お主ら宴がしたいのか。近くに絶景スポットがあるぞ。その名も品川花街道。あー、いいっすね。綺麗な花が咲いている運河沿いの道で、春は菜の花と桜、夏はひまわり、秋はコスモスなど、季節ごとに花が楽しめるからウォーキングや散策に最適なんだよ。最高。綺麗ぜよ。花を見ながら一杯やるのもいいよね。いっちょ。いいね。かっぴー。ちょちょっと待って。待つぜよ。というわけで、龍馬たちの現代トリップはまだまだ続くのであった。せよ。